ステ特別バージョン平野翔、岩優太神宮寺裕太の圧巻パフォーマンスナンバーアンダーラインアイのボン一層のパワーアップが図られているとのことでその進化にファンの期待は膨らむばかりだテレビの前で心を躍らせて待つファンたち彼らが期待しているのは平野翔、岩優太神宮寺裕太の3人が織りなす特別なパフォーマンスナンバーアンダーラインアイのボンだミュージックステーション 通称「M ステ」はいつもファンを驚かせ、魅了するが、今回の特別バージョンは一段と期待が高まっている。特に今回はダンサーも加わり、一層のパワーアップが図られているとのことで、その進化にファンの期待は膨らむばかりだ。「M ステ」のタイムテーブルが公開されると、ファンは19時台に特別バージョンが披露されることを確認し、歓喜の声を上げる。SNS には、特別バージョン楽しみです。 いや、スタンバイしておきますといったコメントが飛び交い、その熱気は冷めることがない。特に平野翔のファンは、彼の思いやりや優しさに感銘を受け、彼がファンに対して常に丁寧で笑顔で接してくれる姿に感動を覚えている。平野の魅力がこの特別バージョンを通じてさらに多くの人に伝わることを願う声も多い。実際の放送では、平野、岸 神宮寺の3人がどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ファンの期待は高まるばかりだ。彼らの進化し続ける姿は、多くの人々に感動と勇気を与えている。今回の特別バージョンがどのような仕上げ狩りになっているのか、ファンはテレビの前で心を弾ませている。彼らのパフォーマンスは、常に新しい挑戦と進化を続けており、今回はその集大成とも言える内容になるだろう。 特別バージョンの披露に向けて、ファンたちは自宅で準備を整える。家族が外出する時間に合わせて、自分のペースで視聴するための準備を進める姿が見られる。特に子供たちが出かけている時間に集中して視聴できることを喜ぶ声も多い。また、平野翔の優しさに改めて感動し、彼のファン対応の丁寧さや笑顔に癒される人々の声も多数見られる。 彼の魅力がますます多くの人に伝わり、ファンの心を捉えて話さない。エムステの特別バージョンがどのようなパフォーマンスを見せるのか、ファンたちはリアルタイムでの視聴に向けて準備を整える。タイムテーブルが公開され、ファンたちはその時間に合わせてテレビの前に集まる。彼らの期待は高まり、その瞬間を逃さないように録画の準備も万全だ。特に平野翔のファンは、 彼の笑顔とパフォーマンスに心を躍らせ、その一瞬一瞬を楽しみにしている。今回の特別バージョンは、平野翔、岩ン太、神宮寺優太の三人が一丸となって作り上げた最高のパフォーマンスになるだろう。彼らの進化し続ける姿と、その努力が結実した今回の特別バージョンは、多くの人々に感動と勇気を与えること間違いない。ファンたちはその瞬間を楽しみに、 心待ちにしている平野翔の思いやりや優しさそして彼のファンへの対応の丁寧さが多くの人々に伝わり彼の魅力がさらに広がることを期待している彼らのパフォーマンスが始まるとその迫力と美しさにファンたちは圧倒されるだろう特に今回の特別バージョンはダンサーが加わることで一層のパワーアップが図られておりその進化にファンたちは目を見張るばかりだ 彼らのパフォーマンスは常に新しい挑戦と進化を続けており、今回はその集大成とも言える内容になるだろう。ファンたちはその瞬間を逃さないようにテレビの前で心を弾ませている。平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人が織りなす特別バージョンの盆は、ファンたちの期待を裏切らない素晴らしいパフォーマンスとなるだろう。彼らの進化し続ける姿と、 その努力が結実した今回の特別バージョンは、多くの人々に感動と勇気を与えること間違いない。ファンたちはその瞬間を楽しみに、心待ちにしている。彼らのパフォーマンスがどのような仕上げ狩りになっているのか、ファンたちはその瞬間を逃さないように、テレビの前で心を弾ませている。彼らの特別バージョンが始まると、その迫力とエネルギーにファンたちは釘付け気になる。平野章、 ガン・ユータ、ジングジ・ユータの3人がステージに立ち、ダンサーたちと共に繰り広げるパフォーマンスは、まさに圧巻の一言だ。彼らの息の合った動きと表現力は、まさに進化し続けるアーティストの姿を見せている。そのダンスのキレと統一感は、長い練習と努力のたまものであり、その成果がステージで花開いているのを感じさせる。ファンたちは彼らの一挙手一投足に目を離せず、 その熱演に感動を覚える。平野章のカリスマ性あふれるパフォーマンス、岸優太の力強いダンス、そして神宮寺優太の美しい表現力。それぞれが持つ個性が融合し、観客を魅了する。その一体感と完成度の高さは、彼らがこの特別バージョンにかけた情熱と努力の証だろう。ステージが進むにつれて、観客の熱気はますます高まり、 彼らのパフォーマンスに引き込まれていく。特に平野翔のファンは、彼の優しさと思いやりに満ちた人柄に感銘を受けており、その魅力がステージ上でも存分に発揮されているのを感じ取ることができる。彼の一つ一つの動きや表情に、ファンたちは心を奪われ、その魅力に引き込まれていく。今回の特別バージョンのボンは、ファンたちにとって特別なひとときとなり、 その感動と興奮は長く語り継がれることだろう。彼らのパフォーマンスが終わると、観客はスタンディングオベーションでその努力と情熱に応える。彼らの進化し続ける姿と、その努力が実を結んだ瞬間を共有できたことに、ファンたちは感謝の気持ちでいっぱいになる。彼らのパフォーマンスを見て、多くの人々が感動し、勇気をもらったことであろう。特に平野章の優しさと情熱は、 多くのファンの心に深く響き、その魅力がさらに広がっていくのを感じることができる。彼のファンへの丁寧な対応や、常に笑顔で接してくれる姿に、多くの人々が励まされ、その魅力に魅了されるのだ。その後も彼らのパフォーマンスについての話題は続き、SNS ではその感動と興奮が共有されている。ファンたちは再び彼らのパフォーマンスを見返し、その一瞬一瞬を楽しみながら、 彼らの成長と進化を見守り続ける。その熱意と情熱は、彼らの次なる挑戦へと繋がっていくことだろう。今回の特別バージョンは、平野翔、元ン・太、神宮寺・ユ太の三人が一丸となって作り上げた最高のパフォーマンスであり、多くの人々に感動と勇気を与えた。その一瞬一瞬がファンたちの心に刻まれ、彼らの魅力がさらに広がっていくことを期待している。 彼らの次なるステージがどのようなものになるのか、ファンたちはその日を楽しみに待ち続けるだろう。このような特別なパフォーマンスが見られるのも、彼らが常に新しい挑戦を続け、進化し続けているからこそだ。彼らの努力と情熱が実を結び、多くの人々に感動と勇気を与える。その姿勢にファンたちは心を打たれ、ますます応援したくなるのだ。 彼らの次なる挑戦がどのようなものになるのか、ファンたちはその日を楽しみに待ち続けるだろう。最後に、彼らのパフォーマンスを通じて感じた感動と興奮を胸に、多くの人々が彼らの成長と進化を見守り続ける。彼らの努力と情熱が身を結び、さらに多くの人々に感動を与えることを期待している。彼らの次なるステージがどのようなものになるのか、 ファンたちはその日を楽しみに待ち続けるだろう。そして、彼らのパフォーマンスが再び多くの人々に感動と勇気を与える瞬間を楽しみにしている。